にちは。今日も商品を紹介していきたいと思います。今日はジョームよろしくお願いします。レアでございます。はい、実はうちのジョームはですね、お年次を仕立てることができる職人さんになっております。はい、京都に修行に若い時行きそして、多分山梨では多分常務しか多分組めないので、皆さんこちらの宝石研磨の匠の株式会社丸山宝飾の方に来て、まあ、お直しだったりとかしている貴重な職人さんでございます。年齢がね、うん、だんだんどうしても年配の方でキャリアのある人もいるんですが、うん、そういう人にはやっぱり、うん、いろんな教わり方をしてきつつ、はい、京都からね、この時代に乗っていかなきゃならないのもあるので、うん、今日はちょっと特別な感じのものをご紹介できたらなと思ってますので、うん、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今日のラインナップはこんな感じでございます。まずは、はい、7月8月お盆の時期なので、うん、はい、7月のとこと8月のとこ関東は割と新月が多いと思うんですけれど、ね、うん、東京とかは、うん、7月も多いかな、うん、まあ、地方から、うん、来てる方がいたりするので、うん、まあ、でも山梨なんかは8月果物の収穫とかはやっぱりちょっとこの時期にあるので、うん、8月でも、うん、8月が全般的には多いところがお休みであったりすると思うんですが、うんうん、そのお盆のお休みにふるさとに帰ったりとかね、うんうん、はい、それがなんでそういうことになってるかって、私も まだ若いので、還暦休みって若いのでなので、まあ、それはこの時期に、うん、ご先祖様をちょっと思い出して、うん、はい、うん、そういう気持ちを込めながら、はい、ちょっとかわいい感じのものを作って、うん、制作をしているという感じで、そうそう思いますけれど、はい、ね、うちのね、常務が作る数珠、ちょっとアップでちょっと見てもらいたいんですけど、普段普通のお年中屋さんでは見たことのないジュエリーに使われるような石などを使ってこのように仕立てたりしております。または珍しい彫り、うんうん、彫りが入っていたり、こちらは子供ちゃん向けなんですけど、こちらもね、かわいい桜彫りだったりします。で、こちらは新温州か、新温州のものがあったりしますという感じで、で今私が話をした感じなんですけれども、うん、ジュエリーの、そうですね、はい、どちらにしても水晶ベースがなんか、うん、一般的に近いかなとは思うんですが、うん、その中に例えば代表的に言うと今誕生石みたいなものを私は入れたいなっていう方のために、うん、水晶ベースのこれ7ミリですけれど、うん、ここに2点玉というのと親玉は一番ここが大きい、うん、これを中心に、うん、年次がなってるんですが、うん、それを自分の好みのものを入れたり、これはペリドットが2点入ってます、うんうん、で例えばルビーね、丸玉をちょっと入れたいなっていうと、うん、ルビーっていうとすごく、うん、ジュエリーに使うような、うん、ああいう透明感のあるルビーとかを思うと思うんですけど、うん、丸玉にしてみると、うん、そのルビーのいいとこを取る周りのものも一緒に、うん、含めて中にちょっとルビーが入ってるものをやる場合と、うん、ルビーをなんていうんですかね、ちっちゃいリングなんかにつけるカットしてあるルビーをここに埋め込む、うん、あ、なるほどね。で、その埋め込むと言われてもちょっとわからないと思いますが、うん、今日ちょっとわかりやすいようにこの指はラベンダー翡翠なんですが、これは普通に石がくり抜いて研磨したものなんですよ、うん、でそれになんかこのままでちょっと、寂しい、ちょっとおしゃれっぽくしたいかなと思ったので、レーダーちょっと穴を開けて、これは、うん、イエローダイヤ、ブラウンダイヤ、うん、ホワイトダイヤ、うん、でこれはうちで、うん、よくお願いしている職人さんの、うん、佐野くんに、はい、枠屋さんですね、うん、実は昨日ちょっとねチラッとね加工の途中にね出てきそうになっちゃってちょっとチラッと出たんですけど、加工枠屋さん感性がやっぱりすごく通じる感覚なので、うんうん、それでちょっとなんかピクの花っぽいのをちょっとあんまり、うん、でこれを埋め込んであります、うん、これはまあ穴を開けて接着なんですが、うん、こういうヒントみたいなものを例えば原石をお持ちの方とか、うん、ね、くり抜いて例えば水晶のとか、水晶はちょっと透明感があるので、うん、裏から見えてしまいますが、うん、まあ、こういう感じのものでこう埋め込む感覚こともできる
実際に作ったりしたこともありますね、うん、今ちょっとここには出してないんですけれども、次のお楽しみ、はい、次のお楽しみということで、はい、ではちょっと形だけ、はい、でこれは一番端ですね、はい、これはね108煩悩の数だけ、うん、ついているんですが、うん、まず5ミリぐらいが一番スタンダードかなと思うんですが、うん、ここに桜の彫りが入っております、うん、はい、はい、これすごいかわいい、これが、うん、ちょっとここをこだわったのは、うん、まあ、お名前を彫る方もいらっしゃるし、うん、そうですね、でなんとなくちょっとかわいい感じで持ってみたいわっていう方のために、うん、なんとこのつゆのところに花びらが1枚、あ、ここはねちょっとなんか推しです、推し、うん、こんな細かい芸が、梅雨型なのでちょっとレーザー大変だったと思うんですけれど、うん、花びら1枚が、うん、ちょっと映らないかもしれないですね、綺麗に見えないか、見えない、ちょっと見えますね、うん、はい、まあ、こんな感じで、はい、あとは房はもう私はシンプルがいいなと思う方もいらっしゃるので、うん、このタイプはもう本当に白もピンクも、うん、カラーがいろいろある感じで、まあ、これは紅水晶ローズクォーツなんですが、うん、石自体が、うん、水晶でも作れますし、うん、ここの石を変えることもできますし、うん、まあ、そういう感じで割と軽いものなので、うん、ちょっと今年のお盆はちょっとお年次もっとお墓参りに行ってみようかしらぐらいの、うんうん、ファッションの一部としてちょっと持って行っていただけたらなと思って、ご先祖さんも喜ぶかなって、はい、感謝をやっぱり気持ちを込めるのが一番いいと思うので、そうですね、うん、そうした時に自分がこう持ちやすいね、持ちたいやつね、これなんかすごいファッション性があるかなと思いますけど、ちょっとこっちと比べてみると、こっちは銀糸が入っていて、こっちは入ってない、ね、この差は分かりますかね、シンプルな方がいいのはこっちがいいと思うんですけど、ね、そう、一色、これはね、これね、2色プラス銀糸が入ってるね、濃いピンクと薄い桃色のピンクと銀糸が入ってて、頭の部分が花かがり房って言って、ちょっとね変わっている感じになっている、ね、房になっています。そうです、はい、おしゃれでしょ、この辺もなんか、うん、楽しみながら、ね、うん、選んでもらえたりですね、もちろん昔のことを大事にしながら、うんうん、ちょっとそういう時代にもちょっと乗っていけたらなと思うので、うん、はい、一応それで石は、まあ、水晶でも、うん、この中にある石でも、うん、とりあえずお設計漫画を言っていただければ、そうですね、作れます、オリジナルで全然作れます。一番思うのは、うん、お客様とセッションしながら作りたいなっていうのが私もちょっと思うことで、うん、私は何の石を使いたいとか、うん、何の誕生石が、うん、おばあちゃんの誕生石だったから入れたいとか、うんうん、そういう風にしてオリジナルな年中を作りたいなと思うので、うん、じゃあその常務専用のオリジナルの年中フォームを作りましょうということに、はい、なります。これは、はい、これ子供用ですね、です、ちょっと輪がちっちゃくなるので、うん、まあ、子供さんでもちょっとこう身長の差があったりとかあるので、うん、一応女性よりちょっと粒を少ない目にしてあるので、うん、例えばこれを七五三の時とか、例えば7歳の時にお作りになったら、うんうん、お祝いでね、ちょっと大きくなるに従ってこの水晶を足していく、うん、1年間無事に過ごせたねって言って一つずつ足していって、こう二十歳までいけるといいかなっていう考えもあったりもするので、うん、はい、ちょっと可愛くこの飾りの紐になってるんですが、これ、うん、男の子でもブルーがあったりとかするので、うんうん、ここは同じにしても、まあ、ここをちょっと変えたりとかすると男女大丈夫だと思うので、うん、はい、その辺ちょっと考えていただいて、はい、すごいストーリー性ありますよね、なんかその毎年一粒ずつ増やしていって成人になった時にこういう大人の房に変えたり、うん、自分好みの例えば親玉に変えたりとかっていうことができるってことですね、好きなものを入れたりとか、うん、でもそれがやっぱりこの演じを持たせてもらったご家族だったりとかっていうものに、なんで私はっていうのをきちっと、うん、感謝しながらの、うん、本来のものではないかなってすごく思うので、そうですね、はい、しかもこれ可愛くないですか、さくらんぼ、さくらんぼ
みたいなこの感じがまた可愛い。これでも色変えられますので、うん、男の子用もできますので、うん、ピンクとかもある、はい、もしご希望の方はご相談ください。一応こちらはね、あのネットの方に上げておきますが、まあ、あのシガにならないので、このボンボンの中に芯が入ってるので、うん、そういう点ちょっと子供さんが持ってあるといいかなと思うので、うん、であとこの隣、通常は8ミリくらいの年齢を出そうと思ったんですが、うん、今結構女性の方でも、これは本当は10ミリ、1センチ、直径1センチなんですが、まあ、男性もこの辺のサイズから持つ方も多いんですけど、あえてあのちょっと大きめを、あの桜が彫ってあるので、うん、ちょっとこう場面が広いとより深く彫れるので、はい、そういう点でちょっとあのサイズを大きくしてみたんですが、はい、まあ、草がちょっと穏やかな薄ピンクみたいな、うん、薄ピンクですね、桜色に合わせて、薄いピンクとピンクと銀糸、うんうん、がある花かがり草ですね。このくらいあっても、ね、うん、まあ、宝珠の時とか、うん、水晶ベースで、これもちろんこのオニキスのタイプとか他の石ももちろん、うん、こうやって持って、うん、祈りする感じですね、うん、はあ、ちょっと確かに女性にはちょっと大きめだけれども、 でもこの大きさがまた可愛かったり、このね桜ぶれがすごく綺麗に出たりするので、うん、ちょっとあの、お話で決めるあの間に、ちょっと 2粒ぐらい減らしてほしいわって言ったら、その通り組むことをできますので、で、はい、その辺をちょっとあの考えて、出たらどうでしょうか、はい、こちらは屋久杉です。2000年以上のものを屋久杉というのですが、花粉症の人は大丈夫ですか、大丈夫ですか、これにあえて桜の彫りをしてみました、はい、で、あの木なので、まあ、こんなにぐるっとやらなくてもと思うんですが、その辺は好みで、あの桜だったり、その桜が一番ちょっと場面が広い方が綺麗に出るかなと思うんですけれど、これにラピスラズリーの、12月の誕生石、そうです、このラピスも品種がちょっといいものを割とあのレーザーで彫るので、それにわざとずらして桜をピン、なんでわざとずらしてるんですか、ね、中心でもいいんですが、わかりますか、今ね中心をずらして桜彫りを彫っているんですね、中心でももちろんいいんですけど、あえてずらしているのは、なんとなく、いや別に意味はないです、あ、意味はないんですねはい、という感じです。でもすごいこのラピス色が濃くて高級なラピスじゃないですか、品質にはちょっといい、あのラピスでも、あのちょっと質のいいものではないと、どうしてもレーザーで彫るので、でやっぱりあのツヤもある程度乗ってるものではなきゃダメかなとも思って、一応まあこの辺は本当にあの誕生石で言われる方だったりとかもするので、別にこれが桜降ってなくても、他の石でもあの、この木には割と合うものが多いと思うので、どっかあの天然の石を入れたいなと思ったので、この屋久杉にちょっと入れてみたんですが、こっちはでもあの房がまた面白いですね。紫に薄紫に銀糸の花かがり房ですね。はい、じゃあ次こっち、次もあの、ベース的には屋久杉で一緒なんですが、はい、ちょっとあの抑えめの石がいいかなと思う方に、これは翡翠ですね、はい、翡翠でも人気ですよね、あのこの穏やかな色が、まあ、長く持てるっていうことももちろんあるんですが、アメジストの石と同じように、ちょっとこう、年配の方でもっていう感覚もあるんですが、若い方でも今結構翡翠は人気なので、人気でしかも、じゃあ長く持てるっていう感じですね、まあ、この辺の薄さでも、あのいいかなと思って、ちょっとあえて、あのグリーン系の草をつけてみました、はい、すごいおしゃれ、品があるね、この感じ、またこれも桜彫りはね、10ミリじゃないとちょっと、あの彫った時にあまり綺麗に出なかったので、大きくするとまた大きくなるので、あの結構場面が、あの広くなって綺麗に映るんですけど、この翡翠はビルマの翡翠です、はい、ビルマ翡翠になっています、はい、という感じで、はい、あとはあのちょっと本当に手軽にっていう感覚の方に、これルチルなんですが、ルチルを数珠にするって、またこれさ面白くな
ないです。こういうの金銭現金あります結構、あったりもするんですが、全部ルチルだとやっぱりちょっと濃淡が出てしまって、金額もちょっと上がってしまうので、持ちやすいよね。こと水晶にルチルを入れるとちょっと目立つ感じがいいかなと思って、もちろんこの草もこういう花かがりの草だったり、かがり盆景の草だったりっていうことを変えることもできますので、その辺は本当にお話ししながら、セッションしながらとは。大丈夫ですか、もうこれは。はい、行きますよという感じで、はい、変えることもできます。これもちょっとサイズがちっちゃめですね、私ちょっとあんまり大きいと重たいわっていう方のために、これは7ミリぐらいのサイズです、サイズが小さめ、はい、で、この親玉と2点に入ってるのがオーストラリア翡翠、これ珍しい、あんまり見たことない。まあ、クリソプレーズって特に、リングなんかの石なんかには言われてるんですが、はい、このなんか鮮やかなグリーンも割と好きなタイプの一つで、なんとなくちょっと映える感じもいいかなと思って、まあ、あえて草もちょっと目立つようにしてみたんですが、はい、この水晶にすごくこう生えて綺麗じゃないかなと、すごい綺麗です、素敵。まあ、ここ草をもうちょっと地味めにするのも、まあ、好みなので、そういう感じで作られてもいいかなと思うので、はい、もう本当にちょっと軽めな感じで持ちやすいかなと、という方におすすめです。まだ時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、どんどんいきます。こちら7ミリ、これも今と同じサイズの7ミリなんですが、ペリドットっていうとジュエリーに使ったりとかっていうのがちょっと多かったり、刺されだったり、いつも紹介してもらう中に入ってると思うんですが、はい、これを、ちょっと丸玉に加工するのが割と、わがままの石で、この石、ちょっと綺麗なのができたので、はい、大体2点だけペリドットをちょっと入れてみました、これ誕生石の人は喜ばれるんじゃないかと思うので、そうですね、なかなかペリのものっていうのはないので、まあ、2点だけでも、入れるとなんか印象的にいいかなと、おしゃれになるという感じですね、思います。はい、で最後こちらブレスの方になっていますね、はい、このブレスあえて2連になっていて、そうなんです。しかもここに見てください、ちっちゃいボンボンちゃんがついてるんですが、梵天がついていますね。本当にこのオレンジの流れで、私そんな大きいものとかはそんなのギョギョしくて嫌だわっていう方に、本当に今腕に、ブレスタイプでしてる方が、歌舞伎やってる方とか多いんですけれど、あえてこの房だけはちょっと年次の気持ちを忘れないでね、欲しいということで、札をちょっとちっちゃいのを入れてみました、ちなみにこれこのまま、あすぐお寺行きたいわってこのままチーンって入れてきますので、すごい勧誘的なんですけども、ちゃんとね役割を果たすことができるブレスです。行かなきゃならなくなったりとかするときに、ちょっとつけて、それでも十分気持ちが伝わるはずなので、すごいかわいい、逆にこの梵天すごい可愛い、おしゃれな感じ、ちょっと生意気でしょ、生意気、なんかほら着物着たりとか浴衣とかさ、着た時おしゃれだったりとか、結構着物着たりとかっていう、しかもこれサンゴじゃない、これね、深海サンゴです。これサンゴじゃない、希少なやつじゃん。こちらもそうです。あ、ほんとこれもサンゴですね、で、この赤いの目の赤身の目のですね、ガーネリアンとセンターのこの親玉の代わりになってるのがローズクォーツ、こっちもローズクォーツになっています。そう、なんかちょっとやっぱりちょっと対照的に若い方が好むかなと思ったので、一応こんなバランスで作ってみたと、作ってみました、はい、ちなみにこのブレスにこのね、年次袋というか袋も、はい、ちょっとこういう感じの西陣織でありますので、まあこういうブツを入れるものではなくても、ちょっとなんかこう入れたいなっていう、アクセサリー入れたりとかっていう感覚で、バッグの中に入れたりとかする方もいらっしゃるので、まあそんな感じにちょっと一瞬ご紹介して、はい、ちなみにこの西陣織っていうのは、着物の帯とかに使う、織のこと、に言われていると思うんですが、まあだから柄がいろいろあったり、まあもちろん男性用もあったりしますけれど、やっぱり待て待て待て、これもブレスあった、
これもブレスありました。ほら、これ桜ぶりだ。これちょっと目立つように黒にピンク、うん、今この黒にピンクの配色って、うん、意外と若い方が、うん、あの好む感じなの で、 そうです、ね、こう甘辛が一緒になっているような、うん、でまあ、これも本当に桜が目立つ、うん、あの水晶に彫ってるのとまた違うイメージで、うん、あの使えるかなと思ったので、うん、なるほど、まあ、これこそも本当に腕につける感じで、かわいい、まあ、桜は私はここだけでいいわって方はここだけで、うん、じゃあもっといっぱい入れたいわっていうのもつけてみたいです。いいじゃないですか。でここのサイズの調整はもちろん効くので、できますね。これもまた関与的にこうナムーができるのでね、そう、ちょっと気持ちの中にそういうものを入れて感謝してご先祖さんにっていう気持ちで、あんまり仰々しくならない感覚で、あの普段はもちろんつけてる方もいらっしゃるので、うん、普通にね、うん、ドレスとしてね、こんな感じでご紹介できたらなと思います。はい、はい、でちなみに、今回こちらね商品ね、ネットの方に販売させていただきますが、このもしブレス と、この年中を買ってくれた方にはあの袋がつきますでいいんですかね、うん、はい、なんと今回はちょっと常務の計らいでこのねお年中袋とさっき言ってたこのブレスのね入れるこの袋がついてきます。色はちょっといろいろ、うん、あのピンクとかっていう風に変わっちゃうかもしれませんが、うん、一応あのつけさせていただく形になります。先ほどもお話ししましたが西陣織の、年中袋となっておりますので、うん、まあ、こちらねついてくるだけでも上手にね、うん、しまえば、うん、なれるので、そう、お年中やっぱりきちっとしまっておくのがやっぱり便利なので、うん、あ、ちなみにしまい方、うん、しまい方は普通にこれを2つ折りにしてこのまま入れる、入ると思う。で直にあんまりやっぱりちょっとこういうところに置かないようにっていう感じ、なんかよくねこれこういうふうにねしまっちゃう方いるんですけど、そうじゃなくてこうやって折ってしまうと房も綺麗なままです。はい、ちょっとまっすぐな状態で、はい、しまってあげる、うん、まああの女性用はこんな、うん、こんな感じなんですけど、うん、また次回に男性用も説明します。はい、一応予定では木曜日にまた常務にあの男性用の方の年次をお願いしているのでよろしくお願いします。ということで今日は以上になります。あ、ちなみに今回のおすすめポイントあったらぜひ言ってもらいたいです。そうですね、やっぱりちょっと国家である桜堀をちょっとしたいなと思うので桜堀をしたいでございます、うん、ということで常務のおすすめはやっぱり桜かなという感じで、まあブレスもありますのでね、うん、もしよかったら、はい、まあ、他のお花もちょっと作ってるのもありますが、うんうん、あの季節によっておいおいご紹介していけたらなと思います、うん、はい、ということで以上になります、はい、インスタグラムフォローよろしくお願いします。商品はねぜひね概要欄の方をご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。宝石研磨の匠。